ということで、マワループ東京2021配信ステージですが、続いてのゲスト、この方々に来ていただきました。どうぞ。わーい、わーい。はい、ということで、この時間はコロコロの皆さんにお越しいただきました。それでは自己紹介お願いします。はい、藤本咲です。吉野紀乃です。高橋明穂です。島田信です。私たちコロコロです。よろしくお願いします。お願いします。それではおかけください。失礼します。はい、失礼します。はい、何かおかしいことありますか？何もないです、はい、はい、まだライブはやってない。そうですね、これから。はい、久々の東京での回るループだと思うんですけども、今日はどんなステージにしたいですか？はい、今日は回るループ東京が2019年ぶりの2年ぶりなんですけど、2年ぶりのステージということで、ちょっと私たちも成長を見せれたらなと思ってます。はい、しかも今日のセットリストがかなり攻めたものになって、絶対に皆さん楽しんでいただけると思うので、一緒に楽しみたいと思っております。なるほど。どういう攻めなんですかね？どういう攻め、もうこれは盛り上がるでしょっていう感じです、ね、そう見た時結構攻めてるなって。お祭りすごいなってなりました。なるほど。いつも、セットリスト、なんか定番のセトリって、うん、コロコロってあります？あ、定番、あ、でも、うん、ね、うん、やらせてもらって、かっこいい系が多いから、うん、あ、この曲よくやるなみたいな曲は数曲ある。なんかこれ絶対やるっていうのもなんかあんまりない気がして、なんかセトリ見るたびに、わー今日これだったんだ、嬉しい。そう、いや、そう、そう感じてます、うん、なるほど。そうか、まあ、先日横浜でワンマンライブがありましたが、いかがでしたか？いかが、でもとっても楽しくて、でも今までにないキャパというか、うんうん、とっても箱も広い場所で初めてやったので、うんうん、こんなにもなんか自分たちのこと応援してくれる人がいるんだなと思って、それにちょっとびっくりして、すごい最大級やったの、最大級はすごい、たくさん僕も見てましたけど、本当にすごいたくさんの人がいて、とてもいいライブ。あ、ありがとうございます。嬉しいです。で、まあ、そのライブでも告知してたと思うんですけど、来年1月に大阪ビッグキャップ、はい、初ワンマン。そうなんですよ。目標にしてた会場なんですよね。そうです。どうですか？ついに、ね、ついに大阪みたいな。私たち4年目なんですね。そう。大阪で目標とするならビッグキャップ。まずはビッグキャットだなって決めてたんです。めちゃくちゃついに来たなみたいな感じで、ね、そうそう、ドキドキしてます。マシマさんずっとこんななってますけど、どうですか？ビッグキャットは頑張っててよかった。いや、よかったね、本当に。よかった、実って頑張ってて本当によかったなって思いました。あとは最近のトピックとしては、パスコードのツアー、はい、出させていただきました。国民が得して、はい、どこ、あれどこでした？Zベイサイド、大阪で、はい、大阪で。どうでしたか、その事務所の先輩のパスコードのライブのオープニングアクトとして出るっていうのは、またこの他のライブと違う感覚あったと思うんですか？そうです、なんかやっぱりその私たちがデビューさせていただいた時からパスコードさんと売れに売れてるビッグな方だったので、認められるまでにすごい時間がかかるだろうなって思ってたんですけど、あの共演させていただいて、飲んでいただいて、やっと少し認められたのかなって気持ちで、さらに頑張ろうって気持ちが増えて。高橋さんどうでした？あ、私優しい4年目でずっと共演したいっていう目標は自分の中であったんですけど、
やっと共演ということで緊張もあったんですけど、ファンの方もすごい温かくて一緒に手を挙げてくれたりで、ね、すごい優しいと思って、普通に楽しくライブできました。あとは東京と名古屋でも出るんですけど、はい、なんか作戦みたいなのあるんですか今回の作戦へぇ作戦やるだけって感じですか。あ、でも私たちをね、だから私たちの魅力をたくさん伝えれたらいいなと思ってます。なんかあの毎公演多分全然セットリストも変えてくるのかなとか思ったりして、多分ちょっと変わるよ、ね、その辺もお楽しみ。そうですね、はい、来た人にしか分からないよ。はい、なるほど。なんかコロコロって本当にいい曲ばかりだと思うんですけど、なんかその時々ってなんか歌っててパフォーマンスしてて楽しい曲違うのかなと思うんですけど、いかがですか。なんか最近気に入ってる曲とかあります、やってて楽しい。特に楽しい、はい。でも最近のジュースもマスコードさんとのライブでちょっとボンファイヤーっていう曲をやったんですけど、その時になんか手を挙げてくださいってお願いしたら、多分私たちのこと皆さん知らないのにみんな手を挙げてくれて、なんかちょっと一体感になれた気がして、それはすごいなんかうわーってなりました。全く系統が違う曲だから、え、大丈夫かなってね、結構不安だったんですけど、めっちゃ良かったみたいな感じで、ボンファイヤーって結構いろんな幅の人に楽しんでもらえる曲なんだと思って、結構好きです。嬉しかったです。なるほど。はい、まあ、あの先ほど大阪ビッグキャットの話もしていただきましたけど、その他何か、あ、機械とかライブとか、なんかニュース的なものってありますか。ビッグキャットしか用意してなかった。じゃあもう今はもうビッグキャットにもう集中して、ビッグキャットに向けて練習頑張って、練習中なんかもうあの演出の放送とかやり始めてたり、私たちはちょこちょこね知ってるんですけど、皆さんの秘密というか、なるほど、来た人だけの。やっぱりワンマンの演出っていうのはすごくこだわってるところだと思うんですけど、やっぱりこう毎回毎回こう異なるコンセプトで見せてる。いつもライブによってお題みたいな、そうテーマみたいなのがあって、今回はラージュインメモリーそしてっていう、なんだったっけあれ、記憶の中の蜃気楼みたいな、それに向けてこうステージとかも施されると思うので、わかりました、はい、じゃあそろそろお時間が近づいてきてるんですけども、何かもうここで言い残しておきたいことなどあれば。はい、はい、告知してもいいじゃん。告知してもいい、はい、じゃあさせてください。私たちコロコロは来年の1月23日に大阪のアメ村ビッグキャップさんにてコロコロワンマンライブミラージュインメモリーを開催いたします。私たちにしかできないライブを皆さんにお届けしますので、絶対遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、この時間はコロコロさんにお越しいただきました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。